お願いマッソン、めっちゃモテたい。お願いマッソン、めっちゃ痩せたい、イエス。お願いマッソン、めっちゃモテたいから、筋肉にお願い。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。ナイス。ナイブナイブ。ナイスボタン。ナイスボタン。ファイルボタンじゃないですか？誰の真似？アベレージさん。僕ですか？はい。僕あのバーチャルゴリラさんっていう VTuber の方の真似です。ガチでいる人やん。そっち。キッチンアベレージマシャカリワキです。おお。おいおいおい。下の2票がよくわからんぞ。すごい、うん、モノマネですね。なるほどね。テーブルレジ。テーブルレジ。テーブルレジ。ユミヤさん？あの日見渡した渚は今も思い出すんだ。パッと光って咲いた花火を見ていた。きっとまだ終わらない夏が。はい。見上げた夜空の星たちの光。って言われた。あ、あらららら。あら、心電図見てました。治ったと同時ぐらい。はい、待って、僕アドミン見てる。はい、アドミン見てる。あ、どうぞ。治ったと同時ぐらいのキルです。僕最初アドミン見れてます。今ってことですか？じゃ直近。まあボタンの2、3秒前ぐらい。はい、アドミンどうぞ。ミーティング1、ガージングリさん。はい。エレキ1。はい。シャワー3。ドズルです。ん？シャワー3。ドズルです。阿部です。ドズルさんに。ドズルさんが3人。僕多分1人だと思います。僕1だと思います。僕いやシャワー絶対3になってます。僕最後入ってきました。多分シャワーの前に、アーカイブから、アーカイブとメインに1ずつ行ってシャワーが3になってます。ドズルさん最後どこでした？僕阿部さんからお願いします。僕阿部さん怪しいな。下側ですね。明日側からですか。はい、まあとりあえずあまあ いやとりあえず他のアドミン、はい、で最後診察も3です。はい、藤宮まさかり慎太郎です。そうで貨物が1なんで僕は貨物が下だと思ってます。それかシャワー。貨物はゾニ切りで手で。あそうなんだ。あじゃあシャワーが下いか。ただシャワーの動きはシャワー1が長いことついていてメインとアーカイブ側からこうスッて入ってきて最後3です。それで言うとですね、僕メインから入ってきてて、アベレージさんもメインから入ってきてるってことなんですが、はい、多分最近さ、恋愛しつつ、キルシュだったっけ、配信で。記憶がごちゃごちゃなってるんだけど。なので、シャワーでキルした犯人が、ベントでアーカイブに行って、そのまま、貨物とかわかんないですけど。あれも、クロちゃんの前。貨物でキル、でもゾンビさん、アドミン情報から。アドミンは貨物1、アドミン1か。まあ、てか、エレクトリカル1が一番無理だと思う。エレクトリカに死体がない限り、はい、夏目さん、夏目さん、それからが夏目先生で、それで言うと先端さん所定キッチンで見てるんですけど、シャワーまで行ったんですかね。ワンチャンアルマさんの一義層もあるのかなと思ってます。はい。それかまあアベレージさんかドズルさん。うん。そうですね。アルマの義層。ゾニキさんって全部白なの？アベレージさんのルート聞きたいですね。はいはい、私はアルマさんを信じるなら、僕エンジンメインシャワーですね。貨物がずっと1っていうのから。エンジンの前どこですか？ずっとですか？貨物はただ、何個か移動はしますね。2になったり1になったりで貨物で殺してアーカイブシャワーっていう入りじゃないの？大きな空を眺めたら白い雲が飛んでいた。今日は楽しい今日は楽しい
あーゆきん、あーゆきん、あーゆきん、うーん、あーい。はーい。はーい。あ、すみません、ドズルさん。先ほど答えておくと、コミュニケーションエンジンメインシャワーです。その前がどこいました、はい、はい。あ、OK です。はい。コミュニケーションエンジンメインシャワー。あれ、アベリさんって神宮寺見てますか？貨物で見てます。え？最初の停電の時、はい、アベリさん停電触ってませんでした？いや、触ってないです。いや、アベリさん、どこ脇でその動きされました？え、僕キッチン脇ですね。キッチンいた？いました。キッチン青、赤。あのね、キッチンは今回は間違いないように、うん、慎太郎先端ドズルマシャカリです。これはもうメモします。うん、絶対いない。神宮寺が初手でエンジンで湧いて、停電最初の停電前に、武器庫の上で先端さん見てるんですね。で、そこからどこ行ったかもう見えてないんですけど、で、その時に、アベリさん見てないんですよね、そのルートで。まあ、僕が貨物で湧いた。見たっていう目撃と食い違ってるので、リリース。いや、もうほぼ確定だと思いますよ、ね。はい、3、4人から食い違ってるんで。もう一つ情報を出すと、うん、まあ、さっき言ったんですけれども、アーカイブとシャワー感はやっぱ扉閉まっていたので、うんうん、おそらく、アベレージさんが弁当で移動して、シャワーでセンターさんを切ったのかなと思います。ドズルさんのその動きですけど、その直前に神宮寺が、エンジンの上の方の、扉開けるときにドズルさんそこの近辺にはいたので、その後メインシャワーへ抜けてるのはなんかルートとしては納得できて左側で見ているので、ドズルさんは確実にそのルートいると思います、はい、神宮寺さんがボタンを押してくれるなっていうミーティングに行ったのを見届けて、僕はタスクをしに行きました。まあ、アベレジさんっぽいけどな、一本釣りでいいと思います。うん、短期待ちで。短期待ち。します。待ってるんですね。そう、ゾニキさんの票を待ってる短期待ちで。ああ、なんか言い残すことありますか？楽しんでください。楽しんでください。そう。ありがとうございます。ね、バイバイ。うわー、今ムカつくな。おアベレージ来んやんけ。おい、来いよお前。ちょっとアベレージ、お前来いや、霊界。おいおい、お前来いよお前。何逃げてんだ霊界から。お前、おいおい、てめえ、俺霊界来いって。霊界いいから、そういうのいいから来いってお前。おい、何逃げとんじゃお前なあって。許す、過去の罪は水に流して許すから霊界に来てください、お願いします。ダメだこいつ、腰抜けがよ。霊界の一つや一つも来れねえのかお前は。はい、あら、ツニキさんは死んでるのか。キッチンですね。キッチン、ツニキさんすれ違ったな。すれ違ったの、あれ。初手キッチン、僕ジングリさん、ツニキさんで、ツニキさんはコックピット、はい、で僕もコックピットの方に行ってタスク1個やって置いてってます。だからアドミンのところだと思います。あれ、わかんない。まあもしかしたら出てるかもしれない。エンジンとかですれ違ったのってあれ誰だ。僕停電中にエンジンメインのあたりで誰かとシャワーが下る誰かとさんすれ違ってます、はい、あ、本当ですか。なんかあ、多分ね、エンジンメインは夏目神宮寺さんだと思うんですよ。あれ、僕神宮寺さんとエンジンメインですれ違いましたけど、あれシャワーだったっけ。
シャワーから下る方 と、メインエンジンあたりで誰かと2人すれ違ってるんですよ。あ、メインエンジン僕と神宮寺さんだと思います。あ、じゃあコミュニケーションエンジンでかな、神宮寺さん。停電中でアルマさん左抜けてる間に僕エンジン、メイン、シャワー、アーカイブで昇降機右のところまで行ってたんですけど、あってたんです。僕も先生その後どこ行きました。あ、まあ、いいか。あ、自分の移動経路はアーカイブ、シャワー、メイン、エンジンルーム、コミュニケーション武器庫で、2人に扉開けてもらいました。慎太郎さんとシャワーですれ違って、うん、メインホールとシャワー室の扉を誰かに開けてもらって、でありがとうって言って行って、メインとエンジンの扉を誰かに開けてもらってありがとうって言ってめちゃめちゃ開けてもらっとる、エンジンとコミュニケーションの扉を誰かに開けてもらってありがとうって言って、開けろよいや、たまたま開いたんですよ、扉が。ああ、そうなんだ。じゃあいいね。はい、神宮さんとはどっかですれ違ってます。おずるさんってミーティング行き来しましたはしご。いや、してないです。ミーティング、はしごの音を2回聞こえたと思うんですけど、8回が。あ、マジですか。うん、あ、それで言うと、僕、じゃあ、考察を落としておきたいんですけど、うんうん、はい、さっきアベレージさんを釣ったのが、藤宮さん、アルマさん、ドズルの情報からだったと思うので、僕はこの3人はかなり白目に見てます。うん、もう僕がアベレージさん殺しましたからね。そうなるよ。まあ、藤宮さんの貨物がかなり決定的だったかなと思います。うん、アルマさんの情報と藤宮さんの情報。まあと、脇ちょぼいといた、僕も。わしゃかりさまです。わしゃかりさまです。はい。はい、ありがとうございます。お願いマッソン、めっちゃモテたい。お願いマッソン、めっちゃ痩せたい、イエス。お願いマッソン、めっちゃモテたいから、あ、筋肉にお願い。ヒップレイズ、サイドチェス。腹筋 6LDK 回。ダンベルカール、ハンマーカール。伊藤がいいね、ちょぼら。お、びっくりした。あ、死んでたんだ、そういえば。お疲れ様です。お疲れ様です。プッシュアップ、ベンチプレス。うわあ、ナイスキルが歩いてる。仕上がってるよ、仕上がってるよ。わ、神様。超直近。お、超直近ですか。あ、もう超直近です。僕がシャワー室、まあそうですね、はい。はい、僕がシャワー室のあの覚え芸のやつを入力してる間に、シャワー室入り口で慎太郎さんが死んでました。そこを通ってきてタスクをやって終わったら死んでたってことですかね。あ、そうです。はい、僕がシャワー室に入って、はい、入力してシャワー室出ようとしたら、死体です。まあ、超直近です。はい。白を出せる人いますか。むしろ多分容疑者1なんで神宮寺います。あ、今アーカイブ者、証拠機右側で最終です。疑い1なので言いますね。エンジンコミュニケーション武器庫です。ちょっと待って、その前に神宮寺さんってアーカイブを通った時どっち側から通りました。ラウンジです。ラウンジ。あ、そのテーブルの上側から通りました。下側から通りました。ああ、覚えてない。どっちだっけ。いや、僕もそこ通っているので、まあ、ラウンジの右側の配線やってそのまままっすぐ行ったからな。まあ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 。まあまあまあ、はいはい。藤宮さんは？僕は、メインエレキ診察貨物かな。貨物にギリギリ入ったぐらい。おしゃかりが宿舎前通路金庫室です。弁当って否定できます、ドズさん。多分シャワー室の弁当は、あ、まあ、僕をキルするんじゃないかなと思います。ああ、まあ、太郎さんじゃなくて、はい、僕の方が白いし。確かに。で、うん、覚え毛のとこにもいるしってことです。そうです、そうです。はい。一ついいですか。1回目の、1個前のキルって、神宮寺さんと中野アルマさん、どっちが先に通ったとかや。分かります。あ、絶対神宮寺さんです。神宮寺さんと武器庫で分かれて、神宮寺さん右側に行って、僕はゾニキさんと一緒にコックピットに入ってます。で、僕はタスクをやって、ゾニキさんはアドミンの方に走っていて置いていってるんで、僕でもめっちゃ序盤っす。あれ待って、コミネ、あ、じゃあ神宮寺さんとすれ違ったの絶対ジムっすね。じゃあメイントエンジンは、まあ、でも今の話の感じ、あ、だったら、うん、2人しかいないんで、アルマが若干怪しいかな、1個前のキルだったら。僕がアベリーさんを殺してるのに。あ、うわあ、え、自死点ね、自分はクルーメイトだから。うーん、停電だわ今、びっくりした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、なんかとんでもないライン切れが発生してますね、これは。そうですね、とんでもないことが起きてますよ今。
え、あれってアドミン偽装だったんですか、あれって。あれなんか、今普通にベント使ったんですよね。ああ、じゃあ本当のこと言ったんだ。一応最終が、あ、うん。あの、上側に行った瞬間になったんで、まあでも合ってるか、本当のことですね。あ、本当のアドミン情報で、相方を。これは確かに確かに本当だ、ひでえ。いや、かわいそう。むしろあれ逆に僕が他の位置行った方が良かったのかな。いや、どう、いやでもきついと思いました結構。はい、はい、アーカイブのダウンロード右側です。カメラ見てて映ったのはエンジンの左にいた神宮寺さん、ミーティングに登ったマシャカリさん、貨物にいたアルマさんがいました。歌う隙がなかった。夏目はキッチン展望にいました。ここだけ。あ、あれか、カメラついてるの俺も分かってるから、藤宮、うん、カメラついてましたね。神宮寺マシャカリはきついとして、アルマくんか夏目くんか。セルフ否定できませんか、カメラついてるんだったら。あ、見てない。アーカイブはギリギリ見てないっすね。あ、そうか、アドミ情報で、アドミン情報で、店舗デッキついてます。あ、じゃあアルマくんじゃん。やったー。それはいい。てか普通に考えてほしいんだけどな。っていうと？え、だってミーティングに上がってるのが誰って言いました？マシャカリさん。別にフォローしてイベントで移動もできるんじゃないですか？確かに。ただマシャさん、あ、まあそうです。タスクの量ってどのくらいですか？終わってます。今のターンで停電中に、カメラって藤目さん消しましたよね、一回。はい、消してメイン上がってます。ですよね、そのターンで、その後か、ちょっとごめんなさい、停電中じゃないか、その前か、キッチンに1、セキュリティ1、エンジン1、で、アーカイブ1、ラウンジ1がついていました。で、そのラウンジ1が貨物へ抜けたっていうタイミングまで見てます。なのでキッチン、展望、セキュリティで、エンジンから貨物。あ、それ僕ですね。ラウンジで1回トイレやってたら停電になったんで、下の方に下って行って戻ったって感じです。はい。なので、エンジンから、マシャさんってエンジン宿舎ミーティングって上がりました？そう。あの、その動きは見えていました、うん、アドミンには。マシャカリさんがそのエンジンの前にキルできたかっていうことですね。そう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 、うん、そこぐらいだと思います。キルクール的に厳しいんじゃない、うん、僕アルマくん入れるよ。え、1キル目のことを思い出してほしいんですけど、誰の情報も出る前か僕アベリーさん殺してますよ。え、マジか。まあ終わんないからマシャカリさんまでロラお願いします。終わるんでしょ。思考更新してください。ちゃんとお願いします。更新しました。更新します。アルマッチョ終わるんですけど、更新完了。更新しましたね。いや、アドミンまで見られてるのは、いや、だからアドミン見てなかったら分かんなかった。分かんない。夏目アルマのどっちかだから俺目線は。よかったですね、アドミン。あ、てか、初手ゴリゴリのライン切りか。すごいな。すごいライン切り。そこまでライン切りすんだ。アベレージさんも、いや、たまたまライン切りになっちゃった感じです。分かんなかった。情報だから。いや、違う、僕、貨物位置が主体だと思ってたんで。そういうことか。あ、で、トニックさんがいたから。ってことか。普通に正直に話していいかなと思って。なるほど、そういうことか。まさかの貨物位置が筋肉だとは思わなかった。なんかその前もその2とか3になってたから、絶対貨物が下やと思っていったら、ああ、僕泣きながらごめんなさいアベレージさん、僕がぶっ殺してしまった。いや、位置をうまく偽造できればよかったんですけど、なんか次行きましょう。行きましょう。はい、開始します。ダメ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 。ああ、確かに。めっちゃ低いね、今日。確かに。インポスター、10日月間ですね。確かに。あ、藤宮さんと僕もちょっとじゃあ行ってきます。あ、じゃあ僕も行ってこよう。失礼しましょう。はい。夏目視点地獄だったな、さっきの。何が？いや、怪しい位置ね。2回とも入るから。ああ、確かに確かに。よう、でも殺されてよかったな、俺も。夏目先生でロックしちゃったわ。
なんでなんで油ずっと入れてました。なんでなんでなんかね、その初手切りの時にそのゾネキさんを用具者位置に入れようとしてるのがね、ああ黒く見えちゃったんですよ、僕目線。ベントだったらあるなぐらいで思ってました。そう、あの貨物で殺してアーカイブシャワーって弁当の移動だったらアルマの神殿図情報と合う、はいはいはい、そうですねと思ったらアルマがインポスターでした。うん、はい、いやでも最初10人動いてる時のアドミンとかも見ても、いや無理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 、すぐ忘れちゃうんで、わかります、逆に先般になっちゃう。すごいすごい疲れます。カロリーめっちゃ使えます。うん、確かに手元になんか甘いもんとか置いとかないと。そうなんですよ、うん、最近ラムネ買いました。ラムネブドウ糖いいじゃん。ブドウ糖がいい。糖分がね、もうリスナーさんがみんなブドウ糖食べろってみんな言う、うん、分かった。というか夏目さん、もしかして姫野さん狙ってます？いや、え、もともと開けさせ、はい、てます。もともとですよ、本来の姫。姫プロ。姫プロ3枚ぐらい俺が開けてるんで。えらい。全然キルクルタイムためらんない。あれ慎太郎さん今日インポスターになりましたっけ？なってないですけど。素で嘘つくじゃん。怖っ。